ジェームズ・マイカ・ホフパワーは、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワース出身の元プロ野球選手。左投げ左打、セントルイス・カージナルスなどでプレーしたジャレット・ホフパワーは、投縁に当たる。カブス時代2002年にシカゴ・カブスより、MLB ドラフト13巡目で指名される。2006年途中に、トリプル A 級アイオア・カブスに昇格するも自身の、成績は、 低迷を続ける。しかし2008年の開幕から、猛烈な勢いで打ち出し、72試合の出場ながら、打率。362、本塁打25、打点100という驚異的な数字をマークし打撃が開花。5月にメジャーデビューを果たし、メジャーとマイナーを往復しながらも打率34。343をマーク。9月25日のニューヨークメッツ戦では2本塁打を。 含む5打数5安打の活躍を見せた。2009年は、外野の両翼と一塁での起用が増え105試合に出場。10本塁打を放つが、メジャーマイナーともに、打率は2割前半までに落ち込んだ。2010年は大半をマイナーで過ごすも、シーズン途中に、デレクリーが移籍したため、8月23日の、ワシントンナショナルズ戦で、メジャー最小格。 ゼイビア・ネーディラとの併用でのスタメン出場もあったが、24試合の出場に止まり、打率、173、本塁打なし、5打点に終わった。11月19日には、北海道日本ハムファイターズとの契約合意が発表された。2011年4月12日の埼玉西部ライオンズの開幕戦に、来日初先発出場を果たす。二回裏に、 枠井秀明から、初打席初安打、4回裏に初打点を放つと、翌13日の西武戦には2回裏にホア、ホワシカズキから来日第1号本塁打を放った。4月17日のチ葉バロッテマリーンズ戦では、1回裏に、大峰優太から2試合連続となる、逆転満塁本塁打を放ち、この日、プロ初先発の斉藤祐樹の初勝利に貢献した。その試合の後、 5月まで打率、238、7本塁打、オプス、786を残すが、6月と7月にかけては打率20、202本塁打、オプス、610と低迷した。その後は、左投手相手にはスタメンを外れるなど首脳陣の信頼を得られず、この年から導入された統一級の影響が大きくあり、 最終的には12本塁打36打点に止まった。打率も222と低迷したが、至球はチームで2番目に多い38個を選んでいる。クライマックスシリーズのファーストステージ第2戦では、4回裏に西口文也から宇宙コシソロ本塁打を放った。2012年は日本の野球に順応し、ターメルスレッジが故障で離脱した後の前半戦は、 主に7番スタメンで出場し勝負強さを見せた。11月5日に、ブライアンウルフと同時に2013年の契約が最速で合意に達した。しかし、2013年は打撃不振で9月4日に出場選手登録を抹消され、翌9月5日に球団から退団することが発表された。2009年に10打数に1本の割合で長打を。 放ったパワーを生かした豪快な一発と発するプレーが持ち味で、そのプレースタイルから発するザホフの愛称でシカゴのファンから親しまれた。一方で三振も多く、4打席に一度以上の割合で三振を喫している。前述の通り、毎年春先は好成績を残すが5月以降に失速する傾向がある。特に7月から8月末までにかけては、 通算打率1割台と調子が悪く、本人は原因について最初が良いので俺は打てるんだとうぬぼれてしまうのが間違いと語っている。一類と外野両翼を守ることができるが、守備はイマイチで守備防御点やウザーでも平均以下の数値が残っている。しかし、早球の補給能力は、 非常に高く、ワンバウンド送球を後ろに反らすことはポジションを争う、稲葉厚式と比べ非常に少ない。日本ハムでチームメイトだったボビー・スケールズは、カブスでも同僚であった。応援歌は、かつて在籍していたマイカ・フランクリンのものが、使用されている。2012年の日本生命、セパ交流戦の横浜 DNA ベイスターズ戦では、試合前に、 DNA 監督中、畑吉に、こんなにすごいバッターを台打で使えるなんて羨ましいよ、と言われた。2013年8月21日の台東北楽天ゴールデンイーグルス戦の6回表で、見逃し三振に倒れた打席で、見逃した最後の球を、ストライク判定されたことを不服として、球審の佐々木正信に暴言を入ったとして、退場処分を受けた。 ありがとうございます。